ワンステップ。これ聞いてみたいですね。聞いてみたいです。はい。先ほどの話とも通じるんですけども、民間クリニックの免疫療法ですね、自費で高価なものですね。それはそもそも効果はあるのでしょうかという質問です。殿先生、はい、ズバリ聞いてみたいと思います。こういった自費の民間クリニックの免疫療法はそもそも効果があるんでしょうか。この質問はですね、効果があるかないかっていうのは2つに1つみたいな感じなんですけども、我々が効果があるというふうに考えるのは、臨床試験をしていて、その統計学的有意差がついたものを効果があるというふうに我々は判定してるんですね。ところが、はい、中にはですね、例えばその、この臨床試験でこう2つに分かれるこの下の方でも、中にはやっぱり効いてる人ではゼロではないんですね。だから効果があるかないかっていうことに関しては、すごくその、何をイメージして効果がある効果がないって言ってるかってすごい難しいところがあるんですけども、100人集めました、民間療法行きました、例えば1人か2人なんかちっちゃくなる人はいるかもしれないけど、それが先ほど堀池先生のあれなんですけども、ちゃんと全部いろんな集団で見た場合、そういう目で見た場合できてますかっていうと多分できないですね。そうするとやはり、我々の持ってるレベルで効果があるかないかというと、あれけどもないと言わざるを得ません。ただし中には小さくいますよ、それをこう引き合いに立ててですね、なんか効果がありましたって今宣伝やっているとか、ちょっとそういう、詐欺まがいなところはあるんですけども、そういう人は事実あることも、そういう人がいるっていうのは事実かもしれません。ただ効果があるかないかという我々の観点から見ると、効果がないと言わざるを得ないと。もっと怖いのはですね、私一つ知ってるのはですね、はいはい、ない患者さんがいて、肝臓に腫瘍があったんですね。でこれがヘマンギオマという血の塊だったんです。でこれは中にヘマンギオザルコーマって言って、たまにこう悪性化することあるんですけど、大概もそれはずっと意思を持っていて、ずっと大きさ変わらずにっていうんですけども、それをですね、わざとガンだと言って、ずっと治療して大きさは変わってないよね。当然ですからね、ガンじゃないので、大きさ変わってないように、あなたは聞いてんだって言って、ずっと治療されてるっていう例を聞いたことがございます。これは明らかに、詐欺なわけなんですけども、そういうことを、簡単にこう使いうるっていうのがちょっとやっぱ怖いところかなっていうふうには思います。そうですか。先生、この民間クリニックの免疫療法っていうのは、どういうこの経緯で生まれてくるものなんですか。なんて言うんでしょう。そもそもそのだから、エビデンス的にどうかという点ではなかなか難しいというものを、自費で、しかも効果で、もっと言えば儲けるためにというふうに見えてしまうんですね。そういったものがなぜこうやってこう多く何ですか、生まれてきて今も存在するのかというところに関して、一位患者としては不思議な思いではいるんですけども、はい、先生、この辺というのはどうでしょうか。ですね、おそらく日本のその、医療制度の、歪みという言い方ちょっとあれかも分からないですけど、医療制度の歪みの中で出てきたものなのかなという、気はしています。ただその、やっぱりその我々反省しなきゃならないのは、それを実際に生み出しているのは我々ではないかという、そういう反省もあるんですね。エビデンスがありません、はい、治療法はありませんっていう、私はそういうこと言わないんですけども、そういうことでパンとこうなんていうか跳ねちゃうことによって、跳ねるって言い方あれですけども、こう立ち患者に対してその何でしょう、希望を断ち切るという言葉があるんですけども、患者に対して厳しい言葉でこう断ち切るみたいな、そうですね。それって我々向き合ってないのかなと、私自身は誓ってそういうことはないというのも、それをいつも考えておりますのであれなんですけども、やはり医者の中にはやっぱりそういうことを平気で言うというか、相手の気持ちを考え、やっぱ向き合ってないというか、いや寄り添ってない、私は教室の中でそれダメよというふうに話してるんですけども、やっぱりそういうことによって何か元気なのに何か治療法ないのかってやっぱり患者さん思いますよね。また元気だ元気だと思って、そうするともう病院が相手してくれないので、じゃあ民間療法を見たら、やはり彼その人たちにとっては魅力的な言葉に移るわけですね。先ほど内田さんおっしゃったように、笑おうもすがるという
ということになるとは思うんですけども、多分半分分かってる部分があるので、こう聞かないんじゃないか、お金の無駄遣いじゃないか、けどもやっぱり諦めきれない、やっぱり命ですからですね、そこをしっかり向き合う、まあ、何ができるとかもあるんですけども、こう向き合っていくっていうのが重要なんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。あの堀池先生、ではあの私の方から堀池先生に質問なんですけども、あの今の民間クリニックがこういっぱいこう治りますとか、根治もした例もありますとか、そういう感じでこういろいろと宣伝するんですけども、だったら標準治療だって、標準治療は健康保険で、あの保険内でやってるものですね、もうどんどんあの宣伝すればいいじゃないかなんていうふうに軽く考えてしまうんですけども、これはどうなんでしょうか。ありがとうございます。あのやはり保険診療っていう日本は体制でやってますので、まあ簡単に言うとお互い様制度ですよね。なのでそういう中で治療して、いや患者していただいているので、まあ、その治療費に関してはやっぱその方が全てを出しているわけじゃないっていうのがありますので、基本的にはその、そういう保険診療科の治療に関しては、まあ、宣伝ができないっていうのがあります。ですからその、まあ、いわゆるその薬局で売っているようなお薬とかは、これはその方が全部支払うわけですよね。まあ、バンバンあのテレビでも報告していると思いますし、まあ、その自由診療科でやっているクリニックの治療も、まあ、患者さんが全て払うので、まあ、逆にまあ算定ができるという、まあ、ちょっと相反するんですけども、その元を考えたときには、まあ、ある意味当然なのかなというところがあります。なるほど。そうですね、あのきちんとあの保険制度を通ったものは税金であったりみんなの保険でお金がこう集まってる、そういったものをそういったものは、宣伝というところで判断されていかないという、そういうことですよね。はい、ワンステップ。